うわー、こりゃボロボロだな。この床とか大丈夫なの？西側校舎はまだ修理が終わっていないんです。一応見ておいていただいた方が良いと思いまして、こちら側に来ましたが、明日からは立ち入り禁止だと思ってください。はーい。私たちの作業は大きく分けて2つです。修復が済んだ東側校舎の飾り付け、その飾り付けのための大きな絵画の制作などが一つ、もう一つは校庭を花壇にするお仕事ですわ。はい、まずは東側の校舎に参りましょう。学生たちも集まっていますし、そこで詳しく説明いたしますわ。この教室が僕たちの作業場というわけだね。うん、みんな頑張って。はいはい、ということで作業開始ね。兄は PC つなげて元絵の作成、トーマくんとミスミちゃん、ひふみは画材道具をもらいに行って、私は教室で待機。違うわよ、リーダーはどっしり構えているものだわ。僕が一応ボランティアのリーダーなんだけど。誰もそう思っていないから問題ないわ。さあ忙しくなるわよ、みんな頑張りましょう。まあ校舎の修復や本物の美術品の展示関係は業者が入るみたいだしな。俺たちの作業は学園祭レベルだ。でもガレンさんの後輩さんたちもいますし、学生さんたちに囲まれて本当に学園祭って雰囲気で楽しいですよ。はい、私学園祭は初めてですから。高校の頃は長く入院していたんです。それ以外でもすぐに倒れてしまう休みがちで、それで1年留年してしまったんです。もちろん学校の行事があまり参加できなくて。遅れてきた青春ってわけだな。遅れてないですよ、まだ青春です。痛い痛い、水に足踏んでる。そりゃもちろん、まあそれだけじゃないけどな。いいじゃん、学園祭レベルで。それでも自分たちの作った作品が長い間飾られるんだぜ。作る作品は他人の絵の模造かもしれないけど、悪い気はしないよな。自分はここにいたんだぞって何かを残せるってことはさ。そうですね、素敵なことだと思います。どうした、ひふみ。あ、いたいた。すみません。どうも、下見明子です。はじめまして、私は春町優香と言います。今校庭で作業をしているんですけど、よかったら手伝っていただけませんか。校庭の半分くらいを花壇にしちゃうんですよ。そこにお花で大きな絵を描くんです。私たちその作業を割り振られているんですけど、女の子だけで大変なんです。
そうそう、やっぱり男の人の力が欲しくて。よし、そういうことならお兄さんに任せてくれ。どんな重い道具も巨大な岩も俺なら一発だぜ。頼れる俺をトーマくんっても、お兄ちゃんっても好きな方で呼んでいいからさ。トーマキューン、トーマお兄ちゃん。くん、いいね、いい。さあ行こう、ひふみも行こう。あの女性の方はたくさんいますから。それじゃトーマさんをお借りしますね。え、そんなに可愛いのに。女の子のはずがない。あ、違った、男の人。サルスベリ、まさかめいちゃん先輩の。ああ、それじゃ仕方ないですね。小さくて可愛くても許すしかないですよ。そうそう、姉ちゃん先輩可愛かったもんね。それじゃサルスベリさんも一緒に。みんな喜びます。ささ皇帝へ、レッツゴー。あ、ひふみくん、トーマくん。あの、私一人で荷物を運ぶんですか。私病弱ですよ。られたか。惜しい、作業の暇つぶし。息抜きにもってこいですのに。怖いな、最近の学生たちは。ま、そこも可愛いけどな。手を貸す、立て。
冬桜リサという。歯を食いしばれ。雑音は消えた方がいい。いけません、リサ、それ以上は。ひふみ様、今のは恋ではありませんよね。それなら仕方がないことです。でも絶対絶対に許しませんけど。胸を触られました。怪我されてしまいましたわ。許しませんわ。もう口を聞く気もありません。絶好ですわ。行きましょう、リサ。時間がもったいないですから。うん、正面から見たら右になるでしょ。これでいいの。どうせ左右対称だし大丈夫だよ。知り合い？なんか親しそうだよね。そういえば、フセちゃんってどこのクラス？ああ、クラスって何でありますか？クラスはクラスだけど、
えばその校舎、あれ私たちと同じ学年？でも少しデザインが違う。怪しい。でも面白そう。サルスベリさんか。燃える。ゆうか、悪い病気だよそれ。